千葉県警察から電話で詐欺被害防止のお願いです。千葉県警察では振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の実態を知っていただくために、平成27年に広報用の名称の募集を行ったところ、県民の皆様から39,023件の応募が寄せられ、電話で詐欺に決定しました。今年平成30年3月22日には、千葉県知事と千葉県警察本部長の連名で電話で詐欺撲滅緊急メッセージが出されましたが、被害防止のキャッチコピーはストップ電話で詐欺、千葉県民慌てず必ず確認だ。相談窓口専用ダイヤルは0120-494-506、フリーダイヤル0120-よくしコールと覚えてくださいね。その具体的な手口はパネルを裏返しまして、一つ目はカバンなくした手口、お金くれと怪しいです。二つ目は還付金もらえます手口、お金やるよとうまい話も嘘。三つ目は示談金必要手口です。お金の話は詐欺。四つ目は会社の金使い込んだ手口です。泣き落としてきても騙されない。他にも警察、百貨店や銀行を語り、あなたのカードを使って買い物をしている者がいます。不正使用を防ぐためカードを新しくする必要がありますなどと電話してきた後に、キャッシュカードなどを家に受け取りに来るというカード取行型のオレオレ詐欺の発生が増加しています。私は騙されないわなんて人事と思ってはいけません。電話で詐欺は電話で対策。詐欺の被害に遭わないためには犯人からの電話に出ないことです。留守番電話設定やナンバーディスプレイ設定など簡単なことから対策していきましょう。もしお金やカードに関わる電話がかかってきたら、すぐにご家族に確認、そして警察に相談していただきたいと思います。音楽隊では電話で詐欺撲滅のキャンペーンソングを作成して被害防止を訴えています。曲の途中で簡単な振り付けがありますので、皆さんもぜひご参加ください。良い子の皆さんもお願いしますね。それでは参りましょう。詐欺詐欺サンバ。お金必要、本
でした。電話で詐欺被害防止、よろしくお願いします。